今夜もやってくぜポケボンバトル、聞いてくれ俺のラップ波動、ルカリオこいつはプライド、トゥナイト俺は歌人、案の定組むのはランド、さらにはカビゴン、セノはまさにライオン、そして響かせカイオン、起きてくるのはゲンガー、俺が欲しいのゲン生ヒドラン、最後は適当でもいいよな、ミミッキュでフィニッシュ、おー友達と一緒に終わり。ちょっとね、最後下ったな。最後の方、ちょっと下りましたけど、ちなみにこれは、あれかじめね、台本書いてましたね。さすがにこんなスラスラ出てこないですね。どうですか僕の今使ってるパーティーの歌。結構いけてたと思うんですけど、ギララさん対戦よろしくお願いします。問題はここからなんですよね。ここの、僕が使ってる6匹のポケモンの台本は用意したんですよ。問題は、相手が使ってくるポケモンですよね。とりあえず、僕の予想だと、カバルドンは絶対来るんですよ。こっちのパーティーね、カバルドンめちゃくちゃ刺さってるんで、挑発ミミッキュで展開を阻止しつつ、まあ、カバガルド、マンダとかだと思うけどな、普通に。ガルドも結構刺さってるんでね。ヒードランぐらいでしょ、ガルドでうざいの。だから、まあ、そのヒードランに強く出れそうな、ガルドの裏にはマンダ置いとくみたいな。カバガンダバ、カバマンダガルドの、まあ、オーソドックスな進出で来ると思うんで、まあ、ミミッキから入って裏ランドゲンガーとかでね、うまいことを詰めていこうかなと思います。よろしくお願いします。いやでも冒頭のやつもね、考えるだけでもね、結構時間かかりましたね。1時間ぐらいかかったんじゃないかな。マジで難しいなと思いましたね。こういう系の言葉遊び。まあ僕の頭が硬いだけかもしれないけど。ボルト忘れちゃったよ。ボルト、ボルト。相手の初手はボルト、俺が住んでたの京都、あそこはまさにオウト、じゃね。全然関係ない。ポケモンマジで関係、ないルートに走っていったな。で、カバルドンね。出てくるのはカバルドン。カバルドン。アウオン。カバルドン、アウオン。俺の昼飯、サラウドン。はい。やり方が難しいんですよね。例えばカバルドンだと、なんて言うんですか。母音っていうのかな。の方が何かを調べて、カバルドンの場合は、母音がアウオンになるじゃないですか。で、アウオンに合う言葉をそこから探すんですけど、サラウドンしか出てこんかった。で、まあ、挑発打って、サラウドンの動き止めて、とりあえずもう一回剣舞ですね、これ。うん。地震で化けの皮割られると思うんですけど、もう一回剣の舞積んで、Z ぶっ放さないと、まあ、カバぶっ飛ばせないんで、で、地震、相手ボルトカバでしょ。ラスト棒マンダだと思うけどな。こっちのパーティー割とマンダ刺さり風味、刺さってる風味なんで、まあ、マンダで竜舞してウェイしてくるとは思うんですけど、じゃあね。喋ることがない。喋ることがないっていうか、喋ることはいっぱいあるんですよ。喋ることはいっぱいあるんですけど、ラップにすることがね、何もないっていうね、何も思いつかないっていう。で、ここ、とりあえず、ポカポカフレンディングタイムで、まあ、カバ倒していって、まあ、久しぶりにね、ガチ対戦ですね。まあ、今、たまたま、レート上げる、あれをやってて、レート下がりすぎたんで、ちょっと上げようと思ってやってるんですけど、まあ、なんか、適当にガチ対戦してるときに、これ、ポケモン、ラップでやったら結構面白くねと思ってやってみたんですけど、まあ、思ったことはね、あんまり慣れないことは、やるもんじゃないってことですね。あんまクオリティ高くないしな。初心者が作った、頑張って作りましたよ、みたいな。中学生が頑張って作りましたよ、みたいなレベルの、クオリティだしね。まだまだね、普通に皆さんの前でね、お披露目できるレベルには到達してないということで。ただ結構ね、こういう系の言葉遊びはね、いろいろ面白いですね。なんか意識して日常生活で過ごすようになったら、なんか割とね、楽しく生活できるようになりましたね。さすが、相手のラストはなんだ、ボーマンダーということで、どうでしょうかな。ここ、竜舞されたら終わりなんですけど、影打ち入れとかないとね、ゲンガーで締めれないんで、竜舞してくるかな、じゃれつくカオス前提で。ここ、影入れとかないと、一応、メガゲンガーがね、凍える風あるんですけど、相手のボーマンダの育て方次第ではね、高風でマンダ倒せないんで、影は絶対入れときたいんですよね。で、竜舞されたら、まあ、ランドで頑張るしかないんですけど、恩返し打ってきてくれたんで、ミミッキュが落ちて、まあ、ここまで削っとけばね、さすがに CS ぶっぱのゲンガーの、まあ、凍える風で落とせると思うんですけど、耐えられたら負けですね。まあ、耐えられたとしても、相手のマンダが竜舞とか入ってきてくれたら、まあ、勝てるんでいけるかな。そよ風のような凍風。ということで、いや、ただ相手のラストがボルトロスなんですけど、ボルトロスがね、ちょっときついですね。電気 Z 型だと、ゲンガーがワンパンで吹き飛ばされて、ランドロスがね、HB ベースなんで、特防がね、結構薄いんですよね。で、ボルトロス、レイジューボルトロスレベルの目覚めるパワーだと、まあ、ワンパンされる可能性があるんで、耐えるか耐えないか結構怪しいラインだと思うけど、
で、マンダは落ちるということで、相手の一緒は、ラストはボルトロスですね。ちょっと考えるか。電気ゼットとかだったら一回ランドで透かせるんですけど、そもそも電気ゼットじゃなかった時、この交代が無駄になっちゃうんで、まあさすがにここ突っ張かな。ゼットミミッキュが持ってそうだしね。ヘドロ爆弾、ちょ、頼む。あー、でも CS ベース臭いんや。あ、10万、オッケー。危ねえ。初手に出してきてたんで、なんか挑発とか持ってて、カビゴン、ぶっ倒せる方のボルトロスだと思うんですけど、で、ヘドバクで相手のボルト処理して、まあ、この対戦は、まあ、僕の勝ちということで、どうしようかな。ちょ、もう疲れたんだけど、ラップやったからもう疲れたんだけど、ちょ、尺的にもう一戦やっとくか。久々のガチ対戦だし。ギルガルド、イーウアウオ、待てよ。相手のパーティーにはギルガルド、俺にとってはミスキャスト、バカ野郎、相手が出してくるのはバシャーボン、ダットレイは黙っとれ、月光側は何も思いつか、ランドロスはなんだっけ、さっき言ってたやつ。案の定ランドか。で、ミミッキーもね、繋げれる言葉フィニッシュしかね、今思いついてないんですよね。まあ、でも一回言ったワードは忘れないんで、まあ、なんかそれぞれのポケモンで韻踏める言葉探してたら、クソポケモン実況のね、幅が広がるというか、まあ、頑張って勉強していこうと思います。で、ガルドがね、めちゃくちゃうざいんですよね。ただ、相手からすれば、ガルドナットはドランがうざいと思うんで、多分、バシャーモア来るんですよ。で、バシャーモアに対して展開できるランド、相手のランドロスにも強いんでね、ランドは出し得で、まあ、月光河がうざいんで、カビコン、ラストルカリオでいいかなっていう気するけど、相手の進出予想は、バシャーモアとナットレイとランドロスですね。で、この3体だったら、ランドカビルカリオで壊せるんで、多分ね、ギルガルドは出てこないんじゃないかな。ヒードラン重そうなんでね、パーティー的に。多分ガルドを絡めたら進出しちゃうと、まあ、ドラン、ランドみたいな、僕がドランとランドを投げた時に、まあ、結構きつそうなんで、出してこないかなと思います。で、初手バシャーも、まあ、これは出し勝ちですね。うん。バシャがやるのは守る、俺がやるのは煽る。で、これは、多分引いてくると思うんですよね。僕の予想だと、バシャランドなんで、多分引いてくるんでランドロスに、ステルスロックから強気に入っていいかな。バシャも引っ込めた。ランドじゃないの？あ、だよな。案の定、ランド、こいつ、こいつこれ以外のワード言えないのか。で、まあ、ステロが結構いい感じになるんでね。で、ステロ巻いて、トンボ打ってくるかどうかですけど、まあ、一回目ザパでいいかな。なんか相手も一旦ステルスロックとか巻いてね、突っ込んできそうなんで。まあ、僕のランドをトンボ返り打ってもいいんですけど、トンボからルカリオとか投げたところでね、ランドロス一撃で倒せないんで、まだ、目覚めるパワーでね、相手のランドロスの HP を少しでも削っておく必要があるということで、眼風か。眼風ってことは、僕みたいなそのクッション型か、まあ、回復機のみ、持ってるパターンか、まあ、直キーとかですかね。まあ、でもスカーフとかでも眼風持ってるやついるか。でも普通にランド大体眼風持ってるか。で、目覚ま打って、これ、木の実じゃない？これ、木の実じゃなさそうだな。ゴツメとかですかね。木の実だってこれ、あ、なるほど、爆発。やばい、これ、ランド落ちたらバシャーモに全員ぐちゃぐちゃされるんだけど。カビゴンとルカリオだからバシャーモに全抜きされるんだけど。あ、オッケー、しっかり耐えていく。まあ、さすが HB ランドロスですね。威嚇入れてなくとも、まあ、耐えることができるっていうね。で、しっかり回復技圏内に入ったらもう美味しいということで、ただ威嚇入れてないんで、こっからバシャーも展開されるとちょっとめんどくさいかもしれないですね。バシャーもでもメザー氷とかあったら普通に出てきそうだけど、相手のラスイッチなんだ？うわ、ガルドいんのかい！ガルドいるんか。ただ、ランドロスは取っとかないと、バシャーモに全員破壊されるんでね。ルカビゴンは、バシャーモに持ってかれるんで、ここカビ切りつつ動きますか。いや、でもカビ、切りつつじゃないな。カビ出して、あくびでなんか引っかき回して、バシャー、あくびをガルドに言って、ガルドが流れるタイミングで、なんだろう、バシャモに地震とか打ちたかったんですけど、相手がやるのは剣舞、それができると天才、俺ができないの恋愛。で、ここはランドロスに下げます。多分、聖なる剣とかだってね、Z だとちょっとうざいですね。アイアンヘッドとかだとヘッドプラス影でランドがぶっ飛ばされる可能性あるんで、ここランドに下げて、じゃ、まだいけるな。ただ、バシャーモがね、結構きついっすね。で、なんだろ、これ、ランド対面で剣舞から入ってくるんでしょ。弱砲か Z だと思うんですけど、Z じゃない聖剣、弱砲とかですかね。で、聖剣ガルド、聖剣剣舞ガルドは禁止ないです。技スピ的にね。聖剣禁止、じゃ、聖剣剣舞、禁止まで入れちゃうと、影打ちは絶対あるんで、影打ちと、影打ちと、聖なる剣だけだと、ガルドの技範囲がクソ狭いんですよね。だから、
まあ、この時点でキングシールドが切れますね。なんかこれは卓でもなんでもなくて、まあ、読めるんで、まあ、こうなってくると楽で、で、バシャーモがちょっとめんどくさくて、威嚇を絶対入れる必要があるんですよね。だから、ここルカリオ切りでいいと思うな。ルカリオ切って、ランドで馬車に威嚇入れ直して、多分威嚇入れとけば、トッカーメガ馬車の飛び膝も、カビゴンが一発耐えれるようになるんで、それ、ルカリオクッションか。で、ここ交代読みで、あー、降参か。ワンチャン負けあるかなと思ったけど、ルカリオ出すタイミングで研磨されたら負けだなと思ってたけど、まあ、今日はこんな感じで終わりということで。わ、終わり。俺の名前は原田直樹。しょうもないんで、とりあえず練習しておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。